今日は株式会社ウィストさんのブースにお邪魔しています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速なんですけれども、大変この展示ブースにぎわっておりますが、どんな会社なのかまず教えていただけますか。はい、弊社は京都の精華町で学研都市なんですけれども、はい、そこでサーボのモーションコントロールであったりとか、マンマシンインターフェースという言い方をしてるんですけども、要はそういう複雑な制御をこういかに簡単に、例えばパートさんに使っていただくかとか、いかに簡単な設定だけでその動きを実現するかっていうのを研究開発している会社になります。なるほど。誰でも簡単に使用することができるものを作っているんですね。はい、それを主に化粧品業界のお客さんに使っていただくようなこういった装置に反映して製造販売させていただいているというメーカーになります。では早速今日はその製品も見せていただけますか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですが、こちらの製品はどういったものなんでしょうか。はい、今回ですね、リニアシャトル式の搬送装置というのを使ってまして、はい、この搬送装置っていうのが従来のこの一つのモーターでこの一連の動きを作るような搬送方式だと、例えば成り立たないとか、装置がもっと大きくて複雑になってしまうっていうようなものを、はい、すごくシンプルに実現できるものでして、はい、で今回はその搬送装置とこの汎用性の高いウイストのマシンとコラボレーションすることによって、うん、今回この肩替えも少なくて、うん、でなおかつシンプルで、そのスパウトパウチとでシールパウチっていうのが兼用で生産できるという装置が実現しました。なるほど。でもそのシンプルになることによって、はい、こういいメリットっていうところはどんなところなんでしょうか。そうですね、やっぱりこの肩替え時間っていうのがやっぱり生産できないロスの時間になりますので、ここをいかに少なく小さくするかっていうところも今とても大きなテーマになってますので、はい、そこに対しても非常に貢献できると思いますし、うん、でやっぱり袋物の生産っていうのがそんなに大きくないロットの生産っていうのも多くて、はい、この袋物の機械を買いたいけれども、じゃスパウトパウチの機械を買おうか、それともシールパウチの機械を買おうかと結構悩まれるお客さんもあるんですけれども、はい、そしたら両方できる機会があったらいいんじゃないかというところも開発コンセプトとして、はい、今回作らせていただきました。そうですね。ではこの一連の流れというのを見せていただいてもいいですか。はい、わかりました。お願いします。ではお願いします。こちらがまず、パウチの供給部になります。で、スパウトパウチは上側で、シールパウチは下側へ、うん、手作業で供給していただきまして、はい、そうするとこちらのロボットで、パウチを拾い上げて、はい、向こうの搬送シャトルに供給してくれます。で供給したパウチなんですけれども、このシールパウチの場合は、うん、この袋を開く必要がありますので、はい、こちらでこのパウチの開口を行います。はい、でその後こちらが充填器なんですけれども、こちらで液面追従充填を行うことになります。はい、でこちらがスパウトパウチ用のキャッパーになるんですけれども、はい、キャップをここで受け取って、はい、でここでキャッピングを行う。なるほどなるほど。シールパウチにつきましてはこちらのベルトシーラーの方へ入って、ここで口が溶着されまして、はい、でここで排出されるという流れになります。あ、なるほど。なんかこうやっぱりスパウトパウチとシールパウチが両方できるってなると、はい、ちょっとこう設定とか制御が複雑なのかなというふうに思ってしまうんですが、はい、それはもう簡単にパートさんでもできるようになってるんですね。はい、はい、もうそのパートさん、知識のないパートさんでもすぐに触って使えるような簡単な設定だけでこの動きが実現できるようになっております。それはすごいですね。ありがとうございます。ではですね、今後この装置をこれからもっとこうしていきたいですとか、未来に向かっての展望があればぜひ聞かせてください。はい、今回はですね、パウチの充填装置ということで、一つ面白い装置ができたんじゃないかなと思うんですけれども、このリニア の搬送システムっていうのはこれに限ったことではなくて、もっと包装工程であったりとか、うん、他のことでも今後運用を劇的に変えることができるものじゃないかなと思いますので、そういったところでも貢献できるようにどんどん開発を進めていきたいと思います。ではこちらの製品はどういったことができるんですか。はい、
こちらはですね、形の定まりにくい固形物だったりとかっていうのを定量充填できる充填器でして、はい、今までなかなか液物であったりとかペースト状だと充填できるんですけれども、例えばイクラであったりとか、はい、鮭のフレークであったりとか、例えば焼きそばみたいなものだったりとか、なかなかそういったこう小分けが難しいようなものでも充填ができるというものが開発できました。なるほど。なぜこういった装置を作ろうというふうに思ったんですか？そうですね、やっぱり今までご相談いただいてもなかなかそれにお答えすることがなかなか難しかったので、今実情はやっぱり手で分けられてるっていうことがほとんどだと思うんですけれども、今回まだ細かな構造はちょっと秘密なんですけれども、負荷をかけることなく、だけど一定の容積でこう下流へ定量に供給してそれを小分けするという機能がありますので、はい、今後はそういった難しいものも充填できるかなと。そうですね、そのイクラとかも潰してしまったらダメですもんね。そうですね、それを潰すことなくきれいに小分けができるというものになってます。なるほど。これはどういった方たちに使っていただきたいなと考えておりますか？そうですね、やっぱり食品業界のいろんなお惣菜であったりとか、いろんな小分けの作業っていうのがあるんですけれども、そこへぜひ検討していただきたいなと思っております。ではですね、今少しお話もいただきましたけれども、今後さらにこういったところに力を入れていきたいですとか、この装置に向けての展望を聞かせてください。はい、今までは化粧品業界のお客様に特に特化した形で活動してきてるんですけれども、やっぱり食品業界のお客さんもやっぱ様々な製品をこう扱われるようになって、やっぱりいろんな悩みが出てきてるように思います。はい、それで声をかけていただくことも多くなってますので、食品業界のお客さんにもどんどん貢献していきたいと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。